なんでカメラの立場から立花さんを育てようかな。立花さん、はい、なんでお前らいるの。なんかフロリダがやってんだったらなんかキャスターって いのかよ。よくないよ。じゃあろう、聞いてみるよ。私も知ってますかって聞いてみるよ。聞いてみるよ。聞けよ。聞けよ。ほら、ほら。なるほど。いやまあまあさ、それキャリアが違いますからね。しょうがないです。なるほど。いやだから知ってもらえるようにさ、ちょっと聞いてみれば。だってしかも、いやいいんですよ、知られてないのは。だけどそれじゃ覚えてもらえないよね、その汚ねえ格好じゃ。こりゃないよな。本当に本気で打ちやすい服装で、汚れてもいい服装で。いやそういうことじゃねえバカ野郎お前。なんだよ、ひどいな。かわいいサンダル、ユニクロ、ユニクロです。まあいいや、追加俺用意するわ。さあ行きましょう。はい、挨拶は元気よく、はい、おはようございますよ。俺やることが多いんで、室内行ったらなんかね、カメラなんか切り替えなきゃいけないんで、これ切り替える。そう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 、店内に入ったら前に行く。はい、おはようございます。最後切り替えました、切り替えました。おはようございます、おはようございます。カードだぞ。おはようございます。おい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 、早く、おいおい、うるせえバカ野郎、まんなカモじゃねえよな。ちょ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 、おい大丈夫かおい。カード開いてんぞおら。まさかの、すごい生まれ方だった。全カドビンゴっすか。3、2、1、け俺がお前を脱がせてやる。はい、第3回目になります。おはようございます、立花梨乃でございます。本日は、はい、長野県上田にあります丸い上田店さんにお邪魔しております。今日元気っすね。元気です。どうしたんですか、何かあったんですか。最近調子がいいです、マッスルの。最近の成績じゃあ教えてください、成績。9月に入ってからもうすでにゴッドを9回引いておりまして、今月の収支がプラスの35万です。嘘でしょ。本当です。あ、それだけ買ったからそのか、はい、サンダル買ったんですか。そうです。いや、もっと前から持ってるんですけどね。1万ちょっとする。舐めてんだろ。1万ちょっとぐらいする。お前35万買ってたらもうちょっといいもん。え、35万買っても先月先々月ってもっとやられてるんで足しになってないんですよ、ね、35万円浮いたから。じゃあ35万円分の服買いますか。買わないです。いいんです。上から980円、1980円、サンダルが一番高いですよ、1万2000円ぐらい。お前長野を舐めてるよな。長野は舐めてませんよ、舐めてる。初めてです。この番組を舐めてるのか長野を舐めてるのか俺を舐めてるのか知りませんけど、はい、え、そうか、そうですね。パチガブを背負って立つっていう番組にならんとしてるわけですよ今。それがくしくもくしくもくしくもね。そうですね、皆さんありがとうございます。そうなんですよ、皆様のおかげで、はい、たくさんの方に見ていただいて、はい、みんなに頑張れ頑張れってこう持ち上げたいところで、はい、そのサンダルに切ったデニムでっていう、しかもなあお前という人間をか、はい、なんでっていう、はい、ちなみにこう下着はどんな感じなんですか。下着は私基本上はユニクロのなんかブラジャーじゃないですか、キャミソールです、エアリズムの、いや、はい、で下が T です、
常に T。 あ、下は T バック T です。今日黒ですね。黒 T バック。じゃあ後ろはブリッド出てるわけですよね。そうです。ま、前って T バックの前ってどうなんですか。前は隠れてます。後ろだけ T なんですか。レースとかではないですか。なんですか、いや、レース、レース、そんな気合は入ってないさすがに。じゃあ勝負パンツ、じゃあ今日はこれあるかも、はい、別に番組じゃないですよ、はい、その男性との密会で、はい、密会で、まあまあ初めて、はい、あれ今日これあるかもな、脱ぐことがあるかもなって言ったら、はい、あるんですか、そういう時に用意する下着は。いや、特にないです。それはないですよね、その上は、はい、ないです。上は、はい、上はちゃんと着ますけど、下はそうなったら、下変わらずですよ、ずっと T です。マイレースとかやんないですよ。ないですか。ないです、ないです。そういうパンツは持ってないですか。持ってたんですけど、あの20代前半の頃に当時付き合ってる彼のために、あのクリスマス真っ赤な、それこそ勝負下着ですよ、はい、レースのやつ着たんですよ。ドン引かれてそれ以来やめましたなんか気合いすぎてて、ちょっとあれだわって言われて、あ、もうそれはやめました。それ家にあるんですか。家にあります。あ、ちょっと次それ見せてくださいよ。あの、着ないでいいんで、着ないでいいんで、そのドン引かれた下着を次回持ってくるだけでいいですか。いや、もちろん着用しなくていいですよ、それは、はい、あの、着用してもまたドン引くだけなんで。ちょっとやめてください、そういうとこですよ、だから。見たいです、見たいです、そこは見たいですよ、うん、まあ、わかりました、持ってくるだけだったら全然いいですけど、オープニングで話すようなことじゃないですよ、こんなの。もしくは、はい、まあ、今回、はい、まあ、前回は広かったですよね、マッチ3で広い目に遭いましたよね、はい、すいません、マッチ3で今回、はい、もし負けたら、はい、それを着用してくるっていうのもあります、ね、ちょっとちっちゃい声すぎて、なんか全然入ってこないです。何て言ってます、毎回言ってるでしょうね。今日も手痛く、はい、やられてしまったら、はい、その下着を持参するのではなく、はい、着用して番組収録に臨むっていうのもありますね。まあ、でも着用しても下着ですもんね。でも別に着用、はい、わかりました、ねね、全然、ねね、それは大丈夫ですよ、ね、もし負けた場合には、はい、いいですか、それでそのドン引き、いやだな、ドン引き下着で。いや、でもそうか、見えないからいいやじゃないですねこれだから負けて終わった、はい、あ、だから一回オープニングで見せてこれです、はい、で、すいません着替えてきます、で、あとは普通に服着てって、だからみんなその残像が残ったわけですよ。いやだ、もう普通に持ってきましたより嫌だそれですよね。だから勝たなければいけないんですよ、はい、その勝たなければいけない、はい、さあ今回前回の分の負けもまくらなきゃいけない、何を取りましたかと。そんな中取らせていただいたのが、プレミアムビンゴでございます。これはもう高確率、はい、ドン引き下着チャンスですね。いや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 、そんなことないですから。だってあれって、いや別に、あの、あれじゃないですか、同じ収支で終わったとしてもですよ、鳴らして、はいはい、だけど1回か2回ドンとかって8回9回負けるみたいな感じじゃないですか、うん、それで結局チャラみたいな、はい、そういう機種ではありますね。4勝6敗で終わるとか6勝4敗で終わるとか、そういうことじゃないじゃないですか。はい、違いますね。そのたまに来る大勝ちを果たして今日ものにできるかどうか。いや、それをたまににしないんで私大丈夫です。これあのプレミアムビンゴを打つときは常に意識してますから、その辺は出るまで打つ。そうすると一日中に絶対浮上するタイミングがあるんですよ、一、はい、日打ち続ければ。お前ダンマチと間違えてねえな。ダメなときは本当ダメじゃん。そんなことないんですよ。天井まで行って単発33あるはありますけど、でも得意っちゃ得意なんで。じゃあ今日はこの辺は、はい、任せてください。やらかしますか。はい、わかりました。じゃあ勝負下着をかけて、これは運命の実戦ですよ。絶対勝った、本当に、はい、で、なおかつ、はい、まあもし勝った場合にはいいですよ、はい、あの持ってくるだけで。ちょっと次回にしよう、考えましょうか。え、やっぱダメですか。いや、やっぱ本気でダメですか、うん、いや、まあダメっすね。でも初回…え、これ今までのイメージ通りじゃないですか。やっぱ立花さんってイメージを変えたんですよ、立花梨乃さんって、はい、まあ、これチャキチャキした部分もあるけれど、はい、っていうところを見せないね。わかりました。だ、勝って衣装代を、はい、稼ぐと。はい、いいですか。はい、かしこまりました。いやー、きついな。いやいや、きつくないですよ。何を見て今きついって言ったんですか。いや、違う違う違う、今日ですビンゴっていうのが、びっくりした。服装がとか、服装の話かと思う。服装ですよ。でもそれ以上に、はい、大丈夫ですって任せてください。大丈夫ですか。あ、そうですか。じゃあ分かりました、はい、もうじゃあ出してもらうために、はい、もう
呪文教えます。絶対出る、もう、はい、出るようになる呪文、はい、金閣寺やってください。だから見てたじゃないですか、入場の時の金閣寺の前の反応。大丈夫です。さあ行きましょう、はい、3、2、1、金閣寺。ちょっと甘いんだよな、ケツって。金閣寺。まだやんのかよ、もういいわ。行きましょう。よし、さあ行こう。はい、行きましょう。今日はいつも通り乗り中ですよね。そうですね、ぜひ乗りでお願いしたいですけど、ただあの前回の満潮スルーで結構お怒りだったと思うので。いや、そりゃそうだよ。打ってねえよ、金が減るってそんなバカなことだよ。何？え、無双一戦なんですけど。ああ、言うよ。お、なんだ、何の大事ですか今日は。無双一戦だって。無双一戦、うん、俺これ得意なんですよ。最後私無双一戦入ったこと2回くらいしかないし、成功したこと1回もないですよね。さあベルが続いてるけど、まだか。うわ、これあんじゃね、あんじゃない。うわ、オーケー、よし、そのままやれ。入れたぜ俺、入れたぜ。すごいですね、入れたぜ。よし、振動術です、今から。ああ、はあ、うわ、今プレミアムビンゴ通常で打ってる私には刺激が強すぎるんですけど、音的に。これ平均何個なの？全然知らんな。ダブルゾロ1回最低でお願いします。わかった、よし、よし、おい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 、やべえぞこれ。まだ3つ、ダブル来い。あー、やばい、立花さんやばいです、これ。え、ちょっと、あー、4つ、あー、あー、ちょっと木村さん、4つ割っちゃいました。何やってるんですか、反応が消えるな。すいません、お客さんのちょっと足りないね、ごめんね。4つ割っちゃいました。4つ、まあでも、はい、無双してクリアできたことが一番あれなんで。本当？十分ですよ。なんだ、当たってるかと思いきや、当たってるわけないじゃないですか。俺これビンゴよくシステムが分かんなくて、はい、まあゲーム差分かるんですよ、はい、やっぱパチガブで見た方がいいんですかね。で、ビンゴドロイジ2連だと設定値だと 5.1 番、はい、定格の場合6だと11アンパー、はい、それが、2年の時、降格の場合には設定値24.4%、6だと40%になったりします。
聞いてんのかと思うな。聞いてます。まさにそのビンゴトロイ1回ですぐ当選です。1回ですか？1回です。2連してません。効果だったもんね。はい。そこだと設定値は 3.6%、はい、6だと 6.9%。 結構薄い感じですね。倍です。倍変わる。いかん。まあ当てれんで当てれ。この色が大事なんです。黄色なんで。で、そのために抽選してるってことでしょ。そうです。ビンゴ図柄が揃うために抽選します。それが何パーとか見ようか。知りたい、知りたくない。その前に当ててくれるのが一番いい。カットインが発生すると大チャンスなんですけどね。そう、当たります。マジで？もう大丈夫、もう大丈夫。7がいい、3か。マジで？マジで？マジで？当たります、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 当たります。おい、投資1万円ぴったり、243ゲームでございます。セグから1万円使いすぎだな。安い方ですよ。番長する思い出してください。こっからですから。よし、あとはふわするかしないか。最後、マジで、はい、マジでいこう。一発目のビッシュでございます。頼むぞ。これダブルで揃うと連チャン確定するだけ。そうです。行ってこい。はいや。ずれない、ずれないの。ない。33ゲームスタートです。まあ、まあ、継続させればいいだけですから。そうなるよね。これ単発だったら痛いな。その当たり前のこと口しなくていいよ。いやでも常に単発だったら痛いじゃん。痛くないって。いや、そうそうなんですけど。でしょ。ネオよりも続かないイメージなんですよ。いや、そういうとこ、そういうとこ、お前そういうとこ。当たり前のことはしなくていい。ネガティブなことは。うわー、いけ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 。嘘でしょ。でも9枚が続いてるから復活があるかもしれない。ねえねえねえ。あー、待て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 。安易に行くな、お前。はい。お前、俺のお金もあんだよ、バカ野郎。はい。通常画面で終了、1セット93枚。ふっ、よろしいですか。行ってこい、頼む。ふっ、勝つ。なんだよ。すいません。なんだ。あれが良くなかったですね。なんか単発だったらきついみたいな当たり前の話が良くなかったですね。単発できつくねえことなんかねえよ。ない。死ぬまで、もうこの先死ぬまで一回もねえよ。単発でも痛くねえってる気はねえ。そうですね。ねえ、だよな。はい。だよな。はい。スーパービンゴ打って33、一回で終わってまあいいやって笑える時なんか一回もねえからな。はい。ちくしょう。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。あいか。前回と前々回の2回見てどう思いました？どうとはパチスロの話。そうです、パチスロの話。初回が凱旋。まあ出る雰囲気ないよね。え、出せそうな空気は出てない。ないね。でも一回出してくんないとそういうのできなくない？だって例えばさ、信頼が出ました、はい、これどうやって出すんだって思ってたのが、はい、一回ね、ドンって出ちゃうとほらイメージできるじゃん、はい、それと一緒でさ、見たことがないから。そうか。いや、他の番組でも立花さん見てますけど、たまに、はい、でも出してるの見たことがないんですよ。もう愚痴ってんのしか見たことがないんですよ。まあ、基本そうですね。なんでだ、どうしてだっていうことの方が多いですね。いや、一回出してくださいよ。一回当たってるのに、2枚目。まあ、結局す、あ。7。はい、チャンス。だ、もしかしたら、それはゾロ目じゃなくて、その周期抽選のゲーム数振り分けで言ってんのかもしれないですよ。その話は分かんない。だからその3連…来ましたよ。ほら、3連があるかどうかですよ。完全に熱いやつ。熱いですか、これ。いや、だって私見たことないですよ、これ。
イコール熱いってことですか。何これ今俺え、何これ俺も見たことないですね。はい、行きましょう行きましょう行きましょう。なんかいい感じですね。はい、スターウォーズみたいな。多分3連戦じゃないですか。3連戦じゃないですか。おー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 、ほら青青青青、ステップアップするんですね、はい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 、白から青へ、はいはい、青、はい、ポジャン、次でほら、続くんで、ほら、黄色になった、青から黄色になった、なった、なんですか、当てろよ、お前、当てろよ、この野郎。でも、まだ、黄色はまだだな、まだ、次で、うわ、次で、もう一個ありますかね、次で、ある、絶対ある、ほら、あるほら、緑だ、なんなら次だよ、ほら、なに、F って何、F何、いや、F が揃うと、負は確定です。よーし、行ってこい、よし、行け、いや、まじ、やったー。いや、わかんない、F10 倍激アツですから。レインボー、イエーイ、やったー、よかった。はい、総投資が 17,280 ゲームで突戦です。素晴らしい、来たね、来ちゃいましたね。いやこんなに早く来たね、はい、いやテンション上がった。かっこうとかね、性格はファールとかフェイルとかそっちですけど、まあでも F 揃い、はい。カップ数も F ではないですよ。頼ます、本当に。いや俺信じてる、マジで。わかりました。今いけんの今。いや、いけると思います。いや、トイレとか大丈夫ですか。うん、大丈夫です、整ってます。はい、俺、はい、俺が捕らえられると、捕らえられ、捕らわれの身、はい、555以上だったら木村解放試合ほうっていう状態だ。いや、俺はダメだろ、俺は弱いな、はい、お前、俺だって本気出さないでしょ。いや、まあそうだ、誰だってお前、犬、名前お芋です。お芋、はい、お男、女、男です。お芋、はい、お芋が取られてます、はい、お前、このまま555出せなかったら、はい、鍋にぶち込むぞ。それはいや、それは勘弁してくださいよ。だろ、はい、だろ、はい、なあ、俺はどうだっていいんだよな。555以上出したら解放してくれるんですね。解放してやる、わかりました。やってみろ、はい、やれるよな。やれます、いけ、ほら、お芋、待っててね、お芋、絶対助ける。さあ行こう。私はこっちを見る。出ないかい。自分のために、ああ行ってるよ。行ってる。いいね。連打とかプッシュとかいかがですか。いや、しない。触んな。まだ。よし。まだ。そんなんじゃない。自分のために、お芋のために。よし。もう一回、来い、もう一回、いける。グスはないよな。はい、よーし。おいもだ、まだ足すんだ。どんどん行こう。よし。777を超えたら、ドッグフード作る。本当にドッグフード作る。ドッグフード欲しい。よし。いけ。4K だけ、もう。よし、まだ。まだよ。どう？お前、やばい。ついに？いや。やりました。あ、ごめん、お芋鍋に落としちゃった。なんでや。それはないですよ。いや、すごい。木村さん言ったじゃないですか、得意機種だって。言ってよ、初めからな。初めから打ってよ。これ取った時の不安そうな顔をしましたけど、これでもう3枚だから、はい、まあ、約3000枚確定ですよね。素晴らしい。ありがとうございます。投資は1万7000でございます。 OK、 最後、はい、分回します。完璧。おもう一丁。
いいですね。おお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 、もう一個あるか、あるかっていうか、あったらフリーズなんですけどね。いけ、はい、オーケー、はい、嬉しい当選でございます。ズドロイどうしたんね、リノちゃん。今日プリティですか。プリティ嬉しい、なんといい、はい、ここでまた行ったら大変だな、これな。見えますよ、本当のロマンが。なあ、こんな時あるよな。おお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 もう、いや、震えるわ。もう一生大事にする。ありがとうございます。お芋と一緒に。うちのお芋も、はい、いいドッグフード食べたがってるんで、ぜひお願いします。はい、866ゲーム残りになりました。すげえ。いや、今日も出るぞ。やべ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 、満ですね。あるな。あります、あります。入れちゃおう。入れちゃえ、入れちゃえ。すごい。入れちゃえ、入れちゃえ。俺もう最初が33単発だった時に、はい、もう今日限りにしようって思ったよ。いやいや、早いです。いやもうまだ3回目ですよ、今日。お前と会うのは今日限りにしようと思ったけど、いやいや、とんでもない、はい、とんでもない。そうですよ、もうずっと一緒にいる。どんだけ単純なんですか。ほらー、おーおーおー、皆様ご視聴誠にありがとうございました。マチガメのチャンネル登録もぜひよろしくね。